久保さん、いやー墓の中身はすごそうですね。もっとやっとけばよかったみたいな後悔だらけのなんかうごめいてそうですね。まあ僕がその結構そのだんだんだん,なんかいろんなことが早くなった理由はやっぱそのまあじ命の賞味期限ですね。今回命の賞味期限にしましょうか。命の賞味期限って <laughs> 普通に生きてても賞味期限があるしえー その賞味期限が分かってる部分は寿命で死ぬっていう賞味期限。でも分からない賞味期限があるんですよ、これって。なんか物買うとね、賞味期限って書いてあるじゃないですか。でも人間の賞味期限って、まあ、200歳までは生きないんで、ね、今現状として200歳まで生きてる人いないですよね。だまあ100年ちょいとかね。まず、あ、マックスじゃないですか。で、それは分かりますよね。だけど分からないこともあるわけですよ。 だから、もう分かってることもあれば分からないこともある。もう、これどうするみたいな <laughs>。それでやらないんですかと。あの、分からな明日死ぬか分からないけども死ぬことは分かってるんですよ。年取って。逆に言うと、明日死ぬかも分かんないと。<laughs> じゃあやらないんですかというとこですよね。うん。でも多くの人は、なんか時間がね、無限にあるかのように錯覚してるというか、なんかぶっちゃけ言うと、 だらだらなあなあ、生きてるんじゃないかなと。まあ、それも人それぞれの生き方なんで、それが悪いって言ってるわけじゃないんだけども、悪いのは、そこに甘んじて金稼ぎたいって言ってる奴らっすね。だらだら生きてるのに金欲しいみたいなね。<laughs> それは僕は物申したいですよね。それやれよっていうね。やらずして金くださいみたいな。会社に行かずに給料くださいみたいなね。バカがと。そんな世の中甘くねえよと。話で。 お前大人なんだろうっていう話ですよね、うん、いいってらっしゃい